こんにちは。本日はシューズの履き分けというテーマでお送りしていきたいと思います。質問でもよくあるこのシリーズ、練習で履くシューズは、シューズは何足持っていればいい、厚底シューズってどうなの、こういった疑問や質問いろいろ様々です。ウェアやアクセサリーはタイムに影響しませんけれども、シューズというのはもろに影響しますから、やはり気になりますよね。そしてせっかく履くんだったらかっこいいシューズ、自分の好きなデザインを履きたいですよね。僕もシューズを買う時が一番ウキウキします。今回はそんなランニングシューズ、どういった場面で履き分けて、どういった種類がいいのか説明していきます。今現在ね、シューズのことで悩んでいる方、ぜひ最後までお聞きください。まずそもそもなぜシューズを履き分ける必要があるのか、それは練習によって目的が違うので、その目的に合ったシューズを履く方が効果を得られるということです。例えば極端な例ですが、今話題の厚底シューズ、速く走れるからといってあのシューズを普段のウォーキングで普段履きする方はほとんどいないと思います。普段履きというのはできるだけ楽に歩ける靴であったり、ビジネスシーンで恥ずかしくない、そういった感じで、ね、選ぶ方がほとんどだと思います。練習によっても目的は分かってきて、速く走る練習、そして距離を走る練習、そして足を強くする練習、いろいろな練習の目的がある分、その目的に合ったシューズを履き分けるということが非常に大切なことと言えます。2つ目はシューズの寿命が伸びる。同じシューズばかり履き続けると、やはり底がすぐ削れたり、クッションがなくなってしまって、シューズの効果が得られなくなってしまいます。中にはね、このシューズお気に入りだからって言って3年ぐらい履いてる方もいらっしゃいます。これね、気持ちはわかるんですけれども、これ同じシューズばかり履いてしまうと、クッションがどんどん意味がなくなってしまって、やはり怪我につながってしまうんです。シューズの寿命ももちろんありまして、長いもので約1000キロ、短いもので約200キロぐらいと、やはり様々です。ただしシューズの寿命があって、それ以上履いている方もちろんいらっしゃいますけれども、効果がどんどんなくなってしまって、履き続けると怪我の可能性が上がるということも必ず覚えておきましょう。シューズを複数保有する理由はこういったところでしょうか。特に練習の目的によって変えていく。家ではスリッパ、外では革靴といって、普段でもこうやってね、履き分けをするように、練習の目的によってシューズを履き替えるというのは本当に大切なことです。でここからはシューズの種類を紹介して、その種類をどういった場面、どういったシーンで使い分けるのかの解説をしていきます。ちなみに僕は結構なナイキユーザーなので、ちょっとねナイキに偏りがちになってしまうかもしれませんが、そこはご了承くださいませ。シューズは大きく3種類、トレーニングシューズ、クッションシューズ、そして反発シューズ、この3つですね。まずはトレーニングシューズ。トレーニングシューズとは名前の通り、トレーニング用のシューズのことです。どこに対してのトレーニングかというと、足のためのトレーニングです。底が薄くて、このように靴がぐにゃぐにゃ曲がる、ハラスに近い感覚なので、ハラスに近い感覚でトレーニングをするという目的です。なのでかなり軽量化されていて、役割も最低限、足の裏に研ぎが刺さらないぐらいの役割です。なのでシューズ自体の反発もなければ、クッショニングもほとんどありません。だからこそ足の筋力や足のトレーニングができるわけです。着地をする時の接地感覚であったり、蹴り出す時の筋力の強化であったり、あとは着地をした時に反発をもらいやすい体勢を作る、全てシューズの助力がないために、自分の感性を磨いていくしかないんです。この感覚や感性を磨いていくことが自分の足のトレーニングになりますので、だからトレーニングシューズと言われています。このシューズを使ってトレーニングを続けていけば、レーシングシューズを履いた時にも、蹴り出す感覚であったり、地面から反発をもらう感覚っていうのはより一層強くなりますので、レーシングシューズを活かすためにもこのトレーニングシューズは使えます。使用するシーンは短いジョギングや普段履き、そして慣れてきた方であればロングジョグでも使う方はいるようです。ただしクッションがあまりない分、慣れていない方が長い距離を走ると足を痛める可能性もありますので、まだ慣れていない方っていうのは短い距離から始めるようにしてください。僕はナイキフリーを10年以上愛用しています。2つ目はクッションシューズ。クッションシューズは底が厚くて、着地の衝撃から足を守ってくれるシューズですね。スピードを出さずに長い距離を走るときに、クッション、底が厚い方が足を痛めにくくなります。ナイキで言えばリアクトやペガサスといったところでしょうか。このシューズの使い方というのは本当に多岐にわたります。というのも、厚底シューズのブームが来て以来、厚くてスピードが出せるっていうのが当たり前になってきています。なのでクッションシューズでもスピードを出せるシューズが本当に増えてきています。本来の目的というのは、怪我を防いで長い距離でも走れるというところですね。なので初心者の方というのは、このクッションシューズから履いていただくことをお勧めします。使用シーンは疲労抜きのジョギングやジョギング、ロングジョグやスピードの出るクッションシューズであれば、早めの距離走なんかでも使うことがあるようです。こうやっていろんなシーンで使えますので、皆様のメインシューズになっていることも多いと思います。ただし本来の目的というのは怪我の防止というところだと思います。ナイキでいうとペガサスやリアクト、スピードの出るクッションシューズはペガサスターボではないでしょうか。最後に高反発シューズ、これはカッコ厚底シューズですね。もう使用用途は説明不要のスピードを出すシーンですね。レースやインターバル走、スピード練習です。高反発素材、
つまり跳ねる素材を使っていますので、普通のシューズよりもスピードが出やすい、スピードを得られやすくなるということです。最近ではこの素材にカーボンプレートを使用していますので、さらに反発が得られやすくなってスピードが出ます。各メーカーカーボン入りのシューズを出すようになりましたので、シューズのレベルアップがすごいことになっています。ただし強い反発が返ってくるというのは、それだけ足に負荷がかかるということ。初めのうちはスピードも出るしクッションも分厚いのでいいんですけれども、後半になってきてだんだん足にダメージが溜まってきて足が耐えられなくなって失速してしまうというパターンも多くあります。なので普段からカーボン入りのシューズを使って練習をしたり、先ほど説明したトレーニングシューズを使って足のトレーニングをすることによって後半の失速というのは防ぐことができます。使いこなせば間違いなくスピードは上がっていきます。そして大体どれぐらいのタイムの方がこのシューズを履くのにふさわしいのかといったね、質問も多くありますが、おのおのタイミングは違うと思いますが、本来はやはりスピードが出るシューズなので、スピードが足りないとかスピードが欲しいと思ったタイミングがその方のシューズの使い時ではないでしょうか。なのでスピードを求め出したそのタイミングからこういった高反発のカーボンシューズを使ってみてはいかがでしょうか。以上です。いかがでしょう。ぜひね、このシューズ良かったよとか、ここのメーカーおすすめだよ、そういったことがあればぜひね、コメント欄に記入お待ちしております。たくさん情報ねシェアしていきましょう。あとね、シューズはね絶対に各個人足の形って違いますので、合う合わないっていうのはあります。なのでこの人が良かったと言ったから自分が合うとは限らないので、絶対最初に履くとき、最初に買うときっていうのは必ず自分で足を通して確認をしてから買うようにしてください。そうやって自分に合うシューズっていうのを探していきましょう。はい、本日の質問はですね、この僕のこのネックレスですね、この素材はどういったものがあるんですかと、これメーカーどこですかという質問ですね。ありがとうございます。こちらに確かメーカーファイテンさんだと思います。チタンネックレスですね。あのチタンの効果によって首周りとか肩こりがなくなったりとか、あとは全身の疲労、血流が回復しますよっていう素材ですね。まあつけている効果はね、あんまりわからないですね。はい、まあ、外したらわかるのかもしれませんけども、もう結構ずっとつけてますので、もう1年ぐらいずっと本当にお風呂入る時以外はずっとつけてますので、逆になんかないと首元気持ち悪いなっていう感じですね。なんか結構おしゃれとかね、ファッションなんかランナーっぽいかなっていうところで買ってみてつけてみたんですけども、なんかもうずっとつけてますので、つけないと気持ち悪いので、まあちょっとねファッション的につけてるところはありますので、まあよかったら買ってみてください。結構いいで、ファッションデザイン的にもいいんじゃないかなと思います。あとは最近ね、またもよく聞かれるんですけども、フルのベストいくらですかって聞きますね。2時間58分です。サブ3は一応言ってるんですけども、まだまだ上目指してます。できればね、この今シーズン2020-21のどこかで、まあサブ映画は絶対達成したいなと思って今頑張ってトレーニングしてますので、皆さんも一緒にね、目標を作って頑張りましょう。はい、ぜひね、いろんな質問、プライベートな質問から競技の質問までいろんな質問ね、受け付けておりますので、ぜひ皆様コメント欄にたくさん放り込んでください。よろしくお願いします。本日は以上です。最後までご視聴本当にありがとうございます。こちらのチャンネルではランニングに関する情報や走り方、そういった情報を配信しております。今日の動画参考になったという方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。Twitter、SNS で高山マラソンをシェアしていただければ本当に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。